演舞開演。どうも、本日はこちらファミリーマートのあんみつ自宅のワパペを食べたいと思います。なんだよワパペって。普通デザートはよく たまに食べますが、これはワッフルなの洋風なのどっちなんでしょう。ではいただきます。あなたは完全に和ですね。クリームが乗ってはいるものの、和風と洋風どちらかと言われると、どちらかと和風の方要素の方が強いですね。さっぱりとした甘さのあんことフルーツ、もっちりとした白玉、そしてその下の方にある寒天ゼリーが見事な食感を演出して、とっても美味しかったです。食感を楽しむあんみつですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。